皆さんこんにちは。今日はエトルタから2時間40分のモンサンミッシェルに行ってみましょう。まずはとっても美しいノルマンディ橋を渡ります。全長約 2.1 キロ、セーヌ川に架かる一番最後の橋です。これがセーヌ川のフィナーレです。サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジのように自転車や歩いても渡れます。草原の向こうにパッとモンサンミッシェルが見えてきた時は感動です。車を止めて水色の部分は無料シャトルに乗ります。なんかすっごい人です。列はすごく長いのですが、思ったより早くシャトルに乗れます。前後に運転席がついていて U ターンしなくて運行できる賢いシャトルです。圧倒的にフランス人の方が多いですね。やっぱりモンサンミッシェルが見えてきました。すごいです。無料シャトルは島までは行かないので残りは歩いていきます。その分島全体の眺めを楽しめながら歩けます。すごいですね。さすが西洋の脅威と言われるぐらいのすっごい迫力です。今日の6時半頃は満潮になるんですけれども、この辺りはもう海面下に沈んでしまって、こちら側の本土とは切り離されるようになってます。すごい跳ね橋もありますね。グランドリューと呼ばれる大通りの両側にはお土産屋さんがたくさん並んでいます。モンサンミッシェルは司教さんのオベールが大天使ミカエルからこの岩山に聖堂を建てなさいというお告げの夢を見て建てたと言われています。このオベールは最初と2回目のお告げの時に信じなくて無視してしまい、3回目でミカエルがぶち切れて、ほらお前舐めとんのか、聖堂を建てろ言うとんのやと彼の額を触ったら、翌朝オベールは自分の脳天に穴が開いていることに気づき、これはやばいと言って建てたのが始まりです。やっと修道院に着きました。もうとにかく階段階段ですね、ここはね。さっき駐車場で日本の JTB さんのバスを見ました。すっごいですね、こんな山の上にたくさんの石を使ったこの総院。一番上にサンミッシェルが輝いてます。大天使ミカエルですね。フランスでは観光地のほとんどの場所で自撮り棒を使えないようになってますので気をつけてください。ここから西テラス、教会、回廊の順番で見ていきます。西テラスは眺めがとってもいいんですけれども、あくまでも修道院の敷地です。ピクニックをしていた人々はこの直後、係員に怒られていました。眺めだけを楽しんでください。
干潟ツアーに参加すると、動けば動くほど砂の中にどんどん足が沈んでいく流砂現象から逃れる方法を教えてくれます。回廊の柱には触らないでくださいと書いてあります。この回廊はとても美しく見とれてしまいます。食堂も修道院らしく、すべて簡素に作ってあります。すごい大きな柱です。カモメさん元気ですか？今日はボンジューどこまでも続く美しい干潟です。14世紀、15世紀の百年戦争の時には要塞でもあったので、日本のお城のような弓や鉄砲に使える穴や石や熱い油を落とす穴もあります。最大で看板の差が15メートルもあり、昔の巡礼者たちは満ちる潮に命を奪われた人も多かったようです。流砂現象で動けなくなって潮が満ちて溺れ死ぬ人もいるため、ガイドなしで干潟を歩くことは禁じられています。名物のオムレツは卵の料理にさすがに45ユーロは出せず、ハムとチーズのサンドイッチを食べました。島の中は何でも割高です。名物のお土産のクッキーも島の外で買うと値段が半額で買えます。帰りは菜の花畑の美しい田舎道を通ってエトルタまで帰りました。今回もご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。 See you next time. À la prochaine fois.